席には代打大城です。今シーズンの岩崎、クライマックスシリーズも素晴らしかったですけども、いかがでしたか？いや、本当に投手のね、この、なんていうんですか、もう引っ張った、投手陣をこう引っ張った選手ですし、はい、まあね、当初、岩崎投手がこう抑えられてたんですけど、はい、ね、ちょっと状態も悪い中で、こう、岩崎投手、よく、はい、ね、本当に一番監督がこう、助かったんじゃないですかね。はい、そうですね、35セーブに加えて12ホールドも上げてるんですよね。ライトへの当たり、センターの森下がボールを取りました。ワンアウトになっています。32歳、プロ10年目、チームのまとめ役でありクローザーという岩崎がアウトを一つ取りました。甲子園の参戦は激戦。9回の表、ワンアウトまで来ています。オリックスが終盤まではリードをしていました。4回ゴンザレスの先制ホームラン、7回はタイガースの守備の乱れで2点目を取りました。流れ的にもどうなのかというところでタイガースが8回の裏息を吹き返しました。近本のタイムリーヒット、森下の逆転タイムリースリーベース、大山のタイムリーヒット、坂本のライトオーバー2点タイムリースリーベースヒット、4点のリードを持って9回の表に入っています。福留さんは岩崎の印象どうでしょうか？いや、やっぱりね、今糸井さんも言われたように、こう岩崎投手の抑えをやってる中でこうちょっと故障で緊急じゃないですか、もう、はい、抑えになる、はい、でもやっぱりそこは今までやってきたこの経験っていうのでしっかりと補いながらチームまとめて、でもやっぱりこう出てくると安心感ありますよね。はい、ライトのボール際です。大きな当たりです。2014年はルーキーでした岩崎。この年はタイガースがクライマックスシリーズを勝ち抜いて日本シリーズまで行ったんですが、そのシリーズは出場がありませんでした。今年シリーズ初めて経験するというプロ10年目です。これまでは日本シリーズをテレビで見ることが多くって、この時期まで野球をするって大変だなと思って見てました。三振、ツーアウトになりました。ただその思いって今振り返ると自分が悔しかっただけなんだなと思い返しましたと岩崎は話をしていました。複雑な思いで見てきた舞台、甲子園のマウンド、9回の表ツーアウトになりました。2勝2敗で迎えた第5戦、甲子園あと1人コールです。センターへ上がった、よっしゃ、よく勝った阪神タイガース逆転勝利、38年ぶり、からの大歓声の中、6点を挙げた逆転勝利でした。解説は福留孝介さん、糸井嘉男さん、ゲストは読売ジャイアンツ戸郷翔征投手でお送りしてきました。福留さんから安心感という話がありましたけども、はい、もう岩崎が何でしょうね、何かで倒せることなく終わらさせない印象があります。そうですね、
高勝率のタイトルになっていたんですよ。それを消したんですよね、はい、だから逆に言えば本当にこの大竹投手が投げたこの試合、多分岩崎投手も相当気合い入れながら投げてたと思いますよ。なるほど、チームとそして個人の思いも背負って6対2タイガースがバファローズを出しています。糸井さん、このゲームの感想をお願いします。いやー、本当に見応えあるゲームでしたね。そうですね、ピニコログがこの野球の怖さっていうのも見せつけられましたし、はい、まあ、ルーキーのね、本当に勝負強さっていうのも光りましたし、はい、見応えあるゲームでした。戸郷さんは今どんな思いでこの座席に座っていらっしゃいますか？そうですね、やっぱりあの8回のイニングが、すごい勝負のね、勝負を分けたイニングだったので、はい、それ以外にもたくさん見どころもありましたけど、やっぱりあの森下選手のタイムリーというところが、本当に勝負強さを感じましたね。まあ、この後盛り上がる中での監督インタビューなども行われる予定の甲子園です。福留さんもルーキーの時に日本シリーズを経験されていると思うんですけども、はい、その緊張感の中で森下がやりました。試合を振り返りながら見ていきましょう。ハイライトです。4回の表です。先制はバファローズ、ゴンザレスのホームランでした。大きな3勝目に向けてオリックスが